チャオ、小入巻です。どうも、今日はスパーリングをやります。そしてミット打ちを、僕が持ちます。今日のゲストはヤーマンです。えい、おめでとう。お願いします。今話題のヤーマン、どうぞよろしくお願いします。お願いします。てか初めまして。いや、実はなんですけど、うん、何回かお会いしたことあって、小桐巻さんが開催されてるアマチュアの大会あるじゃないですか、うんうん、開催してる、はい、八方園の、八方園のあれに、はい、行かせていただいたことがあって。あ、はい、変装した変装しました。その頃はサングラスかけてなかったんで、うん、あ、本当はい、嬉しいね、はい、そこでちょっとお見かけしたことがあって、うん、はい、話はしてないもんね。その時はそうですね、話はしていないですね。なんか変なのいるなと思って。あ、そうか、はい、でも僕もね、ヤーマンはよく知ってますというか、会場で見てて、ヤーマンがほらこうブレイクする前ですよ。ヤーマンってなんか変な八百屋みたいな名前だなって笑ってるな。そうそうそう、そんな感じでスタートしたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。投げるとかも全部大丈夫ですか？投げるも全然大丈夫です。よいしょ。よいしょ。じゃあ、は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 あ、ラスト乗るからすごいナチュラルでしたね。そうですね、ドラストじゃないでも、パンチが得意なのはどっち？自分の中では左が得意なんですけど、うん、今まで全部倒してるのは右なんですよ。おお、一番得意なのはやっぱジャブ。あ、ジャブね、はい、ジャブとボディが得意ですね。だからミット持ってても普通の技術を全部こう見ようかなと思ったんですけど、でもそれ以上にどんどん前出てガンガン殴り合ったまま向いてると思うんですよね。あとはもうもらわないための防御をしていくとさらに
伸びると思うし、あと蹴りもね、まだまだ伸びますね。ああ、全然伸びますね。せっかくなんで、その蹴りの部分で、はい、まあ時間はあんまないですけども、なんかワンポイントアドバイスみたいなのがあれば。結構得意なの。左のミドルです。左ミドル。はい。これあのトレーナーとの、係のトレーナーとの教え方もあると思うんですけど、はい、ちょっとやってみますか、左ミドル。はい。うん、普通にやる。試合があるんで全部が全部この動画では言えないと思うんですけれども今後も、はいはいはい、またこれからねこの左ミドルでいつか倒すときが来た時にはね、はい、何ですか左ミドルは小比留さんのおかげですでもやっぱセンスありますね、一瞬治っちゃって、うん、楽しいです、ありがとうございます。じゃあこの後ヤマン選手のチャンネルの方のスパーリングをやりましょうか、オープンフィンガーでさせていただいて、フィンガーオープンフィンガーで、まあ、ぜひ視聴者さんそちらを見に行っていただいて、でそれ終わった後に、まあ、このまま続きで対談という形でちょっといろいろせっかくなんでお話しさせていただければと思いますので、わかりました、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お父さんがその、まあ、違法薬物をやっていて、うん、薬、はい、うん、で全然その家に帰ってこなくて、うん、もうお母さんが唇を切らして離婚したで、うん、じゃあもうおじいちゃんとおばあちゃんがそのお金を持って逃げちゃった。おじいちゃんとおばあちゃんが、はい、今、うん、自分が挑戦したいと思っていることが2つあって、うんうん、
最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。